こんにちは、ウルフィーです。今僕は東京裁判で東条英機首相の弁護人を務めた清瀬一郎という人の書いた広く東京裁判という本を読んでいるんだ。東条英機はすごい悪人だっていうような雰囲気があるけど、僕はずっと不思議に思っていたんだ。日本の命運をかけて戦ったその最高責任者が悪人なんだろうかって。日本を守るためにみんながそれぞれの立場で死力を尽くして戦った、そして敗れた、それだけなのではないだろうかって。ミズーリ港で行われた太平洋戦争の終戦調印式に臨席し、陸上幕僚長も務めた杉田一次はこんなことを言っているんだ。東京裁判で最後まで堂々と日本の立場を主張したのは東条元総理一人ではないか。戦争中の国家指導者たちや報道陣も尾を振って占領軍の機嫌を取り、戦争責任を東条一人に転嫁してきた。今日の世情もそれと異なるところがない。つまり戦後の日本人は占領軍に媚びて東条一人に日本の敗戦の責任を背負わせ、知らん顔して生きてきたのではないかって。東条英機から目を背け、長い歴史と伝統を持つ日本人の原風景からも目を背けているのではないかって。東京裁判での東条英機は連合国の判事たちを圧倒する迫力を持っていたそうだよ。軍人としてたくさんの戦場を駆け抜け、首相として大東亜戦争を指導してきた彼の表情には、軍人のみが到達できる穏やかさと威厳があったそうだよ。東京裁判で法廷に立った東条は、首席検事キーナンとの論戦に勝ち、GHQ のマッカーサーを窮地に追いやったんだって。マッカーサーは言ったんだ。東条証言の世論への影響は極めて深刻である。と。マッカーサーをはじめとする連合国側は、東条証言によって世論が東条に味方し、東京裁判が中止に追いやられることを恐れたそうなんだ。日本占領に対する最大の一撃となってしまった。そう受け止めて、東条証言が連合国にダメージを与えないように、新聞やラジオ放送を規制し、日本の世論を徹底的にコントロールしたんだって。イギリスも東条証言を法廷で打ち負かすのは無理だから、証言を否定する対日声明を発表しようと考えたそうだよ。東条口述書の締めくくりを紹介するね。終わりに臨み、おそらくは、これが当法廷で述べることのできる最後の機会であろうが、私は重ねて申し上げる。我々としては、国家自衛のために立つということが、ただ一つ残された道であった。我々は国家の命運を賭した。しかし、敗れた。戦争が国際法上正しき戦争であったかどうか、と、敗戦の責任とは、二つの明白に異なった問題である。第一の問題については、私は最後まで、この戦争は自衛戦であり、国際法には違反せぬ戦争であると主張する。第二の問題、すなわち敗戦の責任については、当時の総理大臣たりし、私の責任である。私は、これを受諾するのみならず、中心より進んで深せんことを希望するものであります。東条英機、そして東京裁判のこと、大東亜戦争のことを、僕たちはもっと虚心に学ばなければならないって僕は思うんだ。じゃあ、またね。